今日はあのみんなであの俺とリュウラのアートついでにショーの相棒を考えついでじゃない、なんちゃん怖い、めちゃくちゃ怖いし、デカさ的にどんぐらいでかいん？これ3メートル、デカすぎる基本リアルとは畑とショーとないことはエースとユースケです。せーの、イエーイ、イエーイ、お前らなんか忘れとんじゃんかよ。そらそら、なあ兄貴、セリフみたいなやつやなんやねん、ちょっと分かんのか。前にお前らだけ特別なことあったよなって話を。そうだ、あー特別なこと、なんだヒヨニキ以外ってことないこと、仏とマロにあったよ。おー俺は分かった、俺らの活動4周年があった。あそれか、ありがとう、おめで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 とう、あ出た、懐かしい。活動4周年はあげらんないわ、さすがにあげへんでお前リアルの入れ方変やろ俺らにはね、まだあの相棒がおらんのよ。あげへんで相棒兄貴、こいつら食べてますね、やっちゃいますか。お前小物すぎやろ小物すぎるだけ兄貴、ほぼ春日やん。今回もメンバーのみんなでアイディアを出し合って、あのそれぞれのね、俺とリュウラの相棒を作ろうって話。じゃ相棒って何よ、そもそも。お前ら相棒じゃないの？違う違う違う、貴様らは貴様らは魔王様になっちゃった。変な狐と変な犬と変な可愛い猫がおって、まあ、そんなことない、可愛い猫だ、可愛い猫。寿司猫のこと言ってんのか、寿司猫じゃない、寿司イム猫のこと言ってんのか。猫じゃねえだろお前ら、思い入れなさすぎだろあいつらのことね。はい、まあ、なんでその3人はいるから、まあ、今回はリュウラ兄貴翔ちゃんがね、翔ちゃんおんねん、作ってんねんもう結成時に。だから今日はあのみんなであの俺とリュウラのアートついでにショーの相棒を。ついでじゃない、ついでじゃない、おるおるおる。まあ いやお願いします、作ってください。俺たちもしゃーねーなー。じゃあ作っていきますか。はい、はい、じゃあまずは兄貴のからいきましょう。よいしょ、頼むからあの真面目にやってな。真面目にやるよ、いつも真面目やでな。いや前回全然真面目やなかったやん。真面目にやってたよ。真面目だったけどね。いやいや、みんなバケモンみたいなキャラクター。バケモンっとったやんか言い過ぎだけど。とりあえずアンダシからいきますか。兄貴やったら筋肉やろ。まあ筋肉は筋肉の擬人化でいいんじゃん。iPhone にしてみんなが可愛いなって思ってくれてるやつにやってほしいな、うん、はい、できました。早すぎやろ。早いな、まだ書いてないって。兄貴の相棒こちらです。はい、え、どう、もうほぼやん。あかんあかんあかん。カタツムリみたいなね、これ。カタツムリやな、これ。カタツムリです。俺とカタツムリ何も関係ないんやけど、エグいステロイド打ったみたいになってんな。いやこんな感じですか。え、めっちゃ可愛いカタツムリでよくない、これ。できたよ、よし、終わり終わり、あらした、終わりじゃないの。よかったね兄貴。違う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 、お前が言うなよ。まだユウくんといえばライオンとかなんじゃないの。ポメラニアンとか可愛い系の。そうね、プロテイン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 。あ、プロテインか。え、全然乗り気じゃないお前ユースケ。いやでも大事なの忘れてる、兄貴歌だから。あーそっか、マイクはマイク。あ、マイクいいね、マイクいいね。え、これ上半身までだけでいい。なんか入んなくなっちゃった。下半身もしっかりやるタイプか。まあレイヤー分けれるのかこれ。レイヤー機能なんか使いこなせねえだろ。使いこなせるわ、なめんなよ。エシオ画伯ね、お前は。俺自信ある。俺も自信ある。僕も自信しかない。全員せーので出していきますか。はい、はい、せーの、じゃん。うまいの、おるな、なんか、はい、来た来た来た。かっこいい。ちょっと待って、肩に乗ってるやつが相棒やんな、これな。解説欲しいっす。あ、これは、まあ、ライオン筋肉ですね。え、うまお前、うま今書いたの、すげえ。お前下食べてたやろこれ。リザードンやん。まあでも可愛いのも好きなので、まあ一応肩にね、気持ち程度に乗っけときました。可愛いね、はい、テンション上がるわ、うますぎて。なグッズ化とかするのはこの主体の方。え、あ、こっちあらのプロテインです。プロテイン、プロテイン。あー、いいじゃん、名前可愛いじゃん。可愛いだろ。さっきの僕の肩つむりオマージュしてのね。全然お前調子のんだよマジで。左手についてるやん、完璧に。両方いるやん。ちょっとまるこれトレスしてない、なんか。トレスじゃねえだろ、どう考えても。トレスしてる、トレス。トーサクー、うるせえうるせえうるせえ、次行け次。お、結構リクサクやんでるだろもう。お好み焼きの擬人化みたいな感じ。可愛い、これでも可愛いよ。2歳の子が買いたい。確かにな、なんかそう考えたら可愛いね。いや、いいでしょ、うまい。確かに2歳にしてはうまい。来ました。何やねこれ、やばいわ。動物要素ないやん。これプロテインマイク筋肉です。これ扱いにくいんやけど、これ気まずいな。なんちゃんもっとセンスあった気がするんだけど。じゃあ、あの下のところはモザイクかけてもらって、上のマイクだけ見てほしいっす。モザイクはモザイクであかん気がする。これ下に引いてるやつ、これ何
髪の筋肉世界観が独特すぎる苦し紛れすぎだろお前は何ですかこれはコロッケかないやいやライオンユウスケだよあユウスケなんかこれ人やんでライオンですね真ん中はあそうなんや最後兄貴は俺はちょっと真面目に書きましたねマオポメラニアンとライオンの融合みたいなやつショウとさ今同じやんリュウラの肩に乗ってるやつと俺のやつとショウのやつはまあ近いかな、うん、でもこのリュウラのこのムキムキライオンもどっかで使いたいなこれ、ね、確かにね確かにこの目から光飛び散ってるのすごいかっこいいねまあメインは俺のんで進めたいと思います俺のやつも1秒ぐらい使ってほしいなどう使うねんじゃあ次はリュウラ行ってみますかはいお願いします可愛く描いてね無理リュウラもおらんかったっけあとリュウラおるやんいや違うんだよあのブサイクなひよこみたいなあやめろやめろあんまり顔のこと言うなそうそうそういやいたけどいやまあ本気で愛せる子をまあ作りたいなということで怖っ闇深すぎて最悪はいまあ第一要素はまあひよこひよこなんやしかもあもう自分から言ってくんだ、はい、そっかできましたはいってまだひよこしか言うてへん言う前に返ってたんだろお前やっぱりリュウちゃんといえばひよこじゃないですかで前回めっちゃブスだったじゃないですかあんま言うなそれをご融合しましたこちらおわこれいいよブスやんけめっちゃいいやんいいよなしかも、うん、実は隠れにがいるんですよ本当いる近い近いいるけどえ口に来ないえ確かにこれ左の場所何この顔に見えるやつこれフェイクです模様深海魚みたいな生態生存競争に打ち勝ってきたんだもともとのリュウランキャラこんなやつやったっけあま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 あもともとねもともとまあまあまあそんなんかなおパンチウサギみたいな確かにもうちょっとブスだったよねえじゃあちゃんと可愛い系がいいわけねそう今回は可愛い系でであと、まあ、一応ねあのリュウランのメインモチーフキャラってひよこじゃなくてオオカミなんですよいやいや今さらいやいやいやリュウラ ID リュウラウルフだからもうそこ以外ないやろウルフ要素クッキーも捨てるしさ捨ててない捨ててないポテトも捨てるしさポテトは捨ててないあポテト入れてあげよう要素としていらんいらんポテトの擬人化するかいいじゃんポテトいいじゃんオッケー俺もイメージついたわありがとうリュウラ僕イメージついたそういうことだリュウラは愛せるキャラだったんでしょうん愛せるキャラがいい愛せるキャラ分かったあなんか普通に書いちゃってるガチで申し訳ないいや普通にうまいよ今回ごめんいいねつまんねえ僕って俺もちょっとつまんなくなっちゃってるわ大丈夫大丈夫普通にしょっちゃんいつもつまんなきゃ大丈夫あぶしっこそう重いって今日言葉じゃあできたっちゅうことでみんなでせーので出しますかはい、はい、せーのはいおいちょっと待っておいあかかったかもちょっと待ってはいやばいなんか全員気持ち悪い怖いそんなことないやろちょっと待って仏のが一番可愛いんちゃうこれ可愛いでしょいや仏のが一番可愛いかもなんかお化けみたいでいいよりゅうちゃんが愛したいって言ってたのでまあ一番うちのメンバーで愛にあふれるしょうちゃんのハートイットを一旦入れてみますパクリですけどはいでナンバーワンなんでナンバーワンの髪の毛が生えていてひよこが好きってのことなので真ん中に目玉焼きをお前怖すぎやろこいつどれ最高すぎる最高すぎる最悪すぎるあこの目玉焼きの服ねこれ目玉焼きの服着ててあじゃあ別に実際に倒して目玉焼き作ったわけじゃなくてそうそうそうあ違う違う目玉焼きの模様の服を着てるあーびっくりならならいいわで狼も好きだったので狼って書きました他に狼メンバーの中では一番可愛いかも俺が一番可愛いって結構終わってるけどいや違うのよ結構終わってんのよじゃあマロマロで次まあリュウラといえば生意気なので生意気なひよこをかけましたあひよこじゃなくないそもそもひよこだろちゃんとギター持ってるねギター持ってんだちゃんとギター持ってるこのひよこ生意気やねマロはいいのよこっからなのよいやマジかぶったかぶったねちょっとまあちょっと違うけどなんじゃこのグロい兄貴の方が耐えてるかなこう狼ベースのくちばしがついた何やこのフォントフォント確かに普通の使いっぽいでも触れらんべやな何かキモいなセンスある感じ出すなよまあでもギリ可愛いナイ君よナイ君だねこれポテトの先にひよこの頭を乗っけてみたみたいないやナイちゃん怖いめちゃくちゃ怖いしいやちゃうね怖いのはちょっと俺が塗り方間違えちゃって赤い部分がちょっと怖く見えてるから怖い違う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 違文句あります文句いつもなんかリュッコムーブしてるくせに R なのなんですか確かにそうだ確かに確かに抜けてないやんやってはいけないミスだなこれははい解散違う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 んですよ、だねキラです何の R? これ何の R? でよ、しょうちゃんいやお前が愛したいって言うから愛すやつを作ったんだよ愛せるだろこれいやこれ愛溢れてんなマクドナルドさん好きですよあ違う違う関係ないいやマクドナルドさんじゃないよこれでも普通になんかキャラクターだからこれは
いや、まあ、怒られる怒られる怒られる。つけるならこうなんかリュールドリドダンルドみたいな。引っ張られてる。型は普通にこうラビマルとかに扮したナゲットで。ナゲット。ナゲット。しかもラビマル。ナゲットってさ最近ほらいろんな味出るやん。うん、その感じでこう狼味みたいな感じで。ナゲットと。お前も怖いよ。内緒がサイコパスすぎる今日。なんでこいつキス待ちしてんの。てことで最後じゃあソニダの書いてあげよっか。よしいろ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 おるから。いやショーといえばなんだろうな。ショーちゃんって何が好きなんだろう。いやいやいや進むんやこれで。ウサギはちょっと安直すぎるからやめた方がいいと思うよ。安直すぎねえよ。いるんだわ、まあ、確かに、ね、あでもショーちゃん確かに名前にウサギってついてるからウサギもありかもね。ショーのウってウサギだったのか、うん、今ウサギ好きなんだね。てかまずラビマルがいたからお前ら生まれたからな。初めましてウサギってことか。なるほどね。なるほど。ミュートされてるラップ。あラップ。確かに大事やな。そうやしな。ラップ大事だね。俺が合わせるかじゃあ。あ大事だね。ショウちゃんってなんだろうな。面白くないとか。あそこがポイントあるんか。面白いこと言うかじゃあ今から。関西系。思ったやん。なんでだよ。終わっちゃったやん。あなんだろうな。ダンゴムシとかいいんじゃない。やべえやつ入れたな今。できました。早いってお前。こちらダンゴムシか。これはダンゴムシ大事やもうこれ。あとショニダやったらハートは入れてあげるか。あーハートね。ほっぺたのハートに装着する形のキャラクターとか違うかも。あこれちょっと可愛いかもしれん。俺のやつ可愛いよね。いやお前のじゃないね俺ね。ジガチさん。まあでもウサギであれば多分ねこけないと思うけど。ウサ耳つけるか。ウサギね。まあでもウサギは最悪なんだよね。最悪なんだ。一旦できた。オッケー。一旦できちゃったか。はい。いくで。はい。せーの。あー、うまうまうま。え？怖え？すごいなこれ。まあ、ラップバトルしてんだねこれ。そう、ラップバトルがテーマだったんで。マイク食ってるぐらいの。すごい。めっちゃ食ってるマイク。はい、一応ウサギは頭身なんやこっちと。あ、そう。まあ、だから一応左がキャラかな。まあ、名前ウサギって言うんですけど。ウサギか。ひねりが全くないね。ラビマルは覚えてない。ラビマル？逆ですか。おしゃれおしゃれ。この場合はそうなるか。このウサギは可愛いね。人入ってます。あ、人入ってるんだ。じゃあ人じゃんそれ。それも込みでキャラ。ウサギじゃない。ウサギは名前だから。ゆるキャラ。なるほど。ゆうくんがこれはダンゴムシか。ダイオウグソクムシ。これ。怖い怖い。ああ。普通に気持ち悪い。ダンゴムシの王様みたいなやつ。背中にハート1個がある。いや虫苦手だからな。気持ち悪い。でかさ的にどんぐらいでかいん。これ3メートル。でかすぎ。キモ。乗れる乗れる。みんなで乗れるやん。でもホトケはちょっとギリ乗れへん。足でかすぎて。頑張ってますな足。いいかねこれ。ショウちゃんは愛に溢れるのでたくさんハート書いてきました。なるほどね。ケツからなんか出てるけどね。ケツからはおなら出てるけど。たくさんってか1個しかなくない？いやなんかこう好きとかラブとか模様でね表現させていただきました。はい、ああそういうことか。と可愛い背景が可愛い。ほらマロちゃんと対になるなんか怖い。インとヨーって感じの。これ頭何？頭のはラッパーだから帽子かぶせようと思って。ラップのラップの R。すごいすごい。ここでね伏線回収ね。俺ラップじゃないけどな。だからリュウラのやつは違うんです。セーフなんです。セーフじゃないけど、ね、はい、ラップなんです。すごい中心やな。すごいな。陰キャでこもってる感じを出そうかなと思って。あ、てか待って帽子これダンゴムシ。そうだよ。あいあふれてるねないちゃん。でこ怖いのがそれに次になるマロちゃんでこれが闇落ちしたみたいな感じ。ピンと4になってる。帽子なくしたん。リボンつけて可愛くなったけどね。可愛いやろ。ショーの世界観って感じの。くら世界観怖っ。マロのショーのイメージってこと。うん、世界嫌いって言ってるから。ああなるほどね。確かに確かにこんな感じはする。やりすぎだろ。裏ではこれで表では泣いちゃうみたいな感じかな。おー表現されてるね。活動者の闇だ。僕はもう普通にいつもいるキャラクター書かせてもらった。誰これ誰これ。え新キャラじゃん。何これ。これなんだ。覚えてないのか。かわいいね。うさぎモチーフ似合うかも。なんかショウちゃん絵上手くなった。確かにこれだけなんか画力高いぞ。違う違う。これだけ描いてるからね。そんだけずっと3年間。3年間、あ、でもなんか俺のうさぎと耳似てるね。似てねえよ、カンス。はい、ということで以前描いていただいた皆様の素敵なイラストをもとに、はい、前回同様プロのデザイナーの皆様に形にしていただきましたので見ていきたいと思います。やったー。すごーい。今回かなりアイデアみんな分かれてたんでどれをベースにしてくれたかちょっと分かんないんですけど。あー、どうだったでしたか。はい、じゃあまず兄貴から見ていきますか。やった。はい、こちらになります。ほい。おー、かわ
いい。かわいいな。ポメラニアンみたい。メッカワじゃん。ちゃんとベロ出てる。そう、しまい忘れてんねんな、これ。かわいいね。首輪もついてます。ふてぶてしい感じいいな。ふてぶてしくないよ。目キルキルやで。え、こいつは何なん？犬なん？ライオンなん？ライオンに憧れてるポメラニアン。なるほど。だから尻尾丸いんや。なるほど。そう。つけたてがみなの、これは。カットしてんねん、これ。あ、カットしてんだ、毛は。で、ここだけ染めてんだ。そう。かわいい。それ以外でもツルツルやから、これ。プロテインとか要素全くないし。確かに。筋肉一個もねえな。この子の飲み物だったりとかが作ったやつだったりとか。あー、なるほど。あー、そういうことか。え、じゃあこの子がさ、怒ったら俺のあのあれになるの？あ、それは全然あり。ひどい強いな。さあ、続きまして、ちょっといろんなイラストが来ていたリウラくんのやつも描いていただいたので、見ていきたいと思います。ガチャンコ。はい。参ります。なんじゃこれ。かわいい。ほぼ一緒。かわいい。かわいいだろ。かわいいけど、誰のやつだっけ、これ。ひよこなんじゃないか。ゼロでしょ。ですね、皆さんの絵が予想外にひどすぎて、誰もベースじゃありません。笑った失礼だな。この企画意味ないやつじゃん。返せよ返せよ。メンバーの前返せよ。これは一体何、ひよこなの？これは、まあ、一応ひよこです。ひよこが、まあ、狼の被り物被ってるみたいな。かわいい。え、待って、これなんか目一になってない？あ、そうそうなんですよ。なんか実はいろいろこだわってまして、目が一になってたり、ピアスつけてたり、王冠つけてたり。こいつピオマルキングなんで。ピオマルキング、まあ、いろんなピオマル僕持ってるじゃないですか。そのピオマルたち全てを滑るピオマルキング、まで愛せるキャラということで、可愛い顔にさせていただきました。お尻に穴ついてない？あ、そう、お尻の穴ついてますよ。あ、使えないか。おもろ。というわけで、じゃあ最後、ソニダの方も作っていただきましたので、見ていきたいと思います。楽しみ。おるかな。楽しみ。作ったんだ。まあ、これもどれがベースなのか分かんないんですけども、見ていきたいと思います。こちらになります。どうだどうだ、どうぞ。おー、かわいい、かわいい。あ、こっちで来たんだ。初めて見た。ラビオルやないかい。